月山寺の正門になります。こちらに六の井加藤陣屋の長屋門が移築された場所ですけど、残念ながらもう壊れてしまって、このように屋根瓦だけが残っています。つわものどもが夢の跡ですね。近江道場跡に来ました。こちらがこの大野町九郷集落ですね。近江道村、こちらが竹永半兵衛重元公の領地であったんですけども、まあ領地替えの指示が出たんでしょうね。菩提三条守れというような指示が出て、それでもともと岩出氏の一族だったんですけども、この近江道から岩出に半兵衛公を連れて、重元公が移転し、そして岩出菩提三条を整備して西の備えにしたんですね。そしてこの合心寺に加藤実安公の弟平内光直公の墓も祀られています。そしてこちらのこの先に加藤陣屋の門を移築したと伝わっておりますが、今では残念ながら朽ち果てた、何も残ってないです。竹中重元公の菩提寺、まあ竹中家と親戚であったわけですから、深いつながりで竹中家の菩提寺に葬られたと思います。おそらく戊辰戦争も竹中重方公、14代重方公の影響が大きかったんでしょうね。だから戊辰戦争に参加されたと思います。移築されたという長屋門はもう残っておりません。こちらですね、竹中重元公のお墓の南側に加藤平内光直公のお寺があります。では両方のお墓お参りしていきたいと思います。加藤家のお墓、そして向こうにあるのが竹中重元公のお墓になります。安らかにお眠りください。こちらが加藤平内公、直光公のお墓になります。戊辰戦争でどうしても我慢がならなかったんでしょうね。もちろん重方公の、竹中重方公の影響も
あったと思われます。今は静かな合戦時です。訪れる人もないですね。通る車も本当にここはないです。